常備しておくと日々の料理に何かと便利な焼肉のタレ。でも市販のものは添加物が少し気になる。今日は発酵の力を借りてリンゴと玉ねぎ、麹の甘みだけで砂糖や添加物不使用の自家製焼肉のタレ麹を作っていく。おろしたリンゴと玉ねぎ、麹の甘みが砂糖だけでは出せない深みを加えてくれて、これ一つで味が決まるので忙しい時の献立作りに活躍してくれる。リンゴは4分の1の大きさにカットして皮を剥いておく。今回は常温で発酵させるけど、発酵機で発酵させる場合は6分の1の大きさでも大丈夫。玉ねぎは4分の1の大きさにカット。この後ミキサーにかけるので適当な大きさにカットしておく。生姜とニンニクも皮を剥いて大きめにスライス。あとは切った具材を水と一緒にミキサーに入れてドロドロになるまでよく混ぜる。乾燥麹は手でバラバラにほぐしておく。醤油とミキサーにかけたペースト状の野菜を加えてよくかき混ぜる。麹が水分を吸ってくれるので、この時点ではまだ少し緩く感じるくらいで大丈夫。最後にお好みでごまとごま油を加えて完成。カルシウムや鉄分、亜鉛などミネラルが豊富なごま。いりごまでもいいけど、今回は栄養の吸収率がいいすりごまを入れる。すりごまとごま油は料理に使う際に加えても大丈夫。あとは清潔な保存瓶に入れて、常温で夏場は5日から1週間、冬場は1週間から10日ほど置いたら完成。完成したら冷蔵庫に保存し、3週間を目安に食べきる。今日のお昼ご飯は手作りの焼肉のタレ麹を使ったビビンバ丼。野菜とお肉をいっぺんに取れるビビンバ丼はランチの定番。自家製の焼肉のタレがあれば味付けも迷わない。まずは温泉卵を作っておく。鍋に卵が完全にかぶる量のお湯を沸かしたら、冷蔵庫から取り出した卵を玉でそっと入れ、蓋をして10分置く。待っている間にお肉の下ごしらえ。牛肉に焼肉のタレ麹で下味をつけておく。消化酵素を豊富に含む焼肉のタレ麹。プロテアーゼという酵素はタンパク質をアミノ酸に分解してくれるので、肉の消化を助け栄養を吸収しやすくしてくれる。またこの消化酵素の力によって麹に漬け込むことで肉も柔らかく仕上がる。臭み消しに酒も少々。冷蔵庫で10分ほど置いておく。続いてナムルも仕込んでいく。今日は3種類の野菜を一度にレンジで加熱してより簡単に。人参は千切り、小松菜は5センチ幅にカット。切った人参と小松菜、もやしを一緒に耐熱ボウルに入れてラップをし、電子レンジの600ワットで4、5分しなっとするまで加熱する。ちなみにナムルに使うもやしは豆もやしを使うと食感にアクセントがあって美味しい。美味しいだけでなく、豆の部分にはイソフラボンやタンパク質が含まれていて、普通のもやしより栄養価も増す。10分経ったので卵はお湯から出しておく。ニンニク麹、
ごま油、醤油、砂糖で味付け。ニンニク麹がない場合はおろしニンニクと塩少々、すりごまも加えたらナムルの完成。フライパンにごま油をひいて、冷蔵庫で下味につけておいた牛肉を炒めていく。食欲そそるニンニクの香りとリンゴや玉ねぎ、麹の甘い香り。市販の焼肉のタレに比べて材料はシンプルだけど、味も香りも市販のものに遜色ない仕上がり。あとは丼にご飯を入れて、ナムルとお肉、キムチも盛り付け。真ん中に温泉卵、仕上げに糸唐辛子をのせていただきます。The birds fly south as the light leaves your eyes. Hold on to your dream. Oh, I know you wanna scream. Since the day you're born, you're just a flower on your own, waiting for the sun to blow.